はい、うわぁ綺麗この感動は自分しか味わえないだろう。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では今回グラボのレビューしたいと思いますが、はい、クロート志向の、G-Force GTX1660 タイタン買いました。ちょっと画質が悪くて申し訳ないですが、はい、 GTX1660 タイタン、はい、Amazon でね買ったんですけど、かなり、安くで買えたんで、このグラボにしてみました。まあ、自分ミドルクラスの GTX960 なんで、まあ1660タイタンがいいかなと、はい、こんな感じでスタンダードモデルにしたんですけどね、はい、詳細は概要欄のリンク、記事書いているので自分のサイトに見ていただければと思いますが、はい、かけていきましょう。さあどうなってるか、まあ初見でこれ開けるんでどうなってるかわからないですが、それにしても部屋来たねはい、中にまず説明書が入ってますね、はい、英語だと思います。それは Amazon のページにも書いてありました、英語のマニュアルがあります。はい、まあ問題ないでしょう、見なくてもね。で、本体ですね、出してみましょう。はい、じゃじゃーん、はい、素手でやっております。まあ、本当は手袋とかした方がいいんだろうけど、はい、こんな感じの外観になりますね。はい、ダブルファンの、グラボですね。はい、G-Force GTX かっけえな。はい、で DVI と、HDMI ポートですね。まあ、このあたりは多分変わらないと思いますが、で、付属で、6ピン、元が6ピンでも対応できるように、はい、8ピンに変換する電源コードですね、これもついています。はい、なんで、古いグラボから買える自分のような人でもまあ安心と。でクロート志向のシール、はい、こんな感じでした。では、早速取り付けてみますか。マウスコンピューターのラブマシン使ってますが、中開けてみました。今ね撮影の都合上立ててやっております。はい、静電気をね除去して、まあ、素手で本当はやらない方がいいんだけど、でつまみをスライドさせてまず、これを抜けるようにしますね、はい、GTX960 頑張ってくれたわ。で、6ピン対応なんで、よし慎重に取り外します。ほこりすげえはい、ファンはね掃除してるんですけど。で、新しいグラボを挿しましょう。はい、カチッというまで、スライドが戻るまで刺すといいと思います。はい、そんなに難しくないです、もうぶっ刺すだけですね。はい、でマウントの部分を押さえてぶっ刺すと、はい、ぶっ刺す、はい、これでいいのかな、はい、いいと思います。そして、コード、6ピン2ピンの補助電源コードが伸びてるんで、それを利用して、挿していきます。この結束バンド邪魔なんで取りました。はい、では、挿していきましょう。はい、何も難しくないですね。まず6挿して2を挿す、でカチッというまではめる、ただそれだけですね。はい、はい、自分は幅広のタワー型ですけど、スリムタワー PC だったらグラボが入るスペースがないかもしれないんで、まあ拡張を考えるならば幅広のタワー型がいいかなと思います。いやー、それにしても表面汚すぎるだろう。やっぱり掃除はしないといけないですね、まめにね。はい、完了です。起動するよ。はい、パソコンを立ち上げて無事に起動しましたね。ダイレクト X 診断ツールで見ても G-Force GTX1660 タイタンと、はい、ちゃんと表示されていますし、問題は見つかりませんでしたと出ているので、はい、認識されています。で G-Force の、デバイスの方なんですが、もともともう最新の、デバイスをダウンロードしていたら別に
そこでアンインストールしてインストールし直さなくても認識勝手にするので、はい、その点だけ押さえておくといいかもしれません。ユーロチャンネル。はい、ファイナルファンタジー15で、性能差比較してみました。あの重いと言われているベンチマークですね。はい、上が960、下が1660タイタンです。はい、もう倍以上のスコアが出始めていますよね。で、1660タイタンは、1060と1070のちょうど中間の、ミドルクラスの、GPU とグラボと言われていますね。ここでちょっと止めてみましょうか。はい、ベンチマークだけじゃなくて画質もかなり綺麗になっているっていうのがわかると思います。特に、車に映る光の質感であるとか、はい、影の表現であるとかがかなり変わってるなという印象を受けました。で、今、標準品質の、1920×1080 でやっておりますが、はい、終わりましたが、3397、下が7389ということで、普通と快適の差が出たと、ちょうど2倍ちょっとですね、の性能差があるということがわかると思います。じゃあサージ2やってみますか。先を急ぎましょう。これ今自分中でやってたんですけど、 GTX960 の時はこれオプションで非常に高いと、まあプリセット自動の方がいいのか、まあ非常に高いと最高設定でやってもね、めちゃくちゃ滑らかなんですよね。で、ちょっとまあせっかくなんで昔のと比較しますけども、一目瞭然だと思います。しかも FPS も60出てるんですよね。まあ58とか60なんですよ。だからめちゃくちゃスムーズ、ここまで変わるんだっていうぐらい変わりましたね。どうなんだろうな、うわ、まあテクニックは変わらないだろうけど。で、これ今3周目やってるんですけど、うわ、めっちゃなんかスムーズすぎて、逆になんか操作感が変わったから、これが本来のあり方なのか。うおー、目まぐるしくカメラを変えても全然ブレねえ。なんだこれは。いやー、やばいっすね。しかも別にグラボ変えただけでそんなに簡単に、あれ変えて一発で認識してこの綺麗さですからね。はい、うわー、綺麗この感動は自分しか味わえないだろうはい、もうパリもねやりやすいですよ。こんな感じでね、はい、やっております。うわー、めっちゃいい、やべー、はい、こんな感じです。いやー、感動。でね、そうそう、もう一つ言えるのはこれ全然サージ2の紹介になってるんですけど、これね、例えばボディ、取るアイテム見てほしいんですけど、ちょっと待ってください。この取るアイテムね、右下に出てくるんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい、これね、もうこの時点で、はい、マーク20来るんですよ。どの雑魚を倒してもマーク20が来るんで、3周目に装備とかマックスまで上げた方がいいかもしれない。はい、今、自分がやってるのは光と闇と光を混ぜた方が部分ボーナスもらえるので、これが事実上最強なのかなっていう感じなんですよね。ちょっとなんか面白いコーデですけど、で、まあマーク20まで行ってますよね。これが事実上最強装備なんですが、はい、こんな感じで3周目になるともう全ての雑魚も何もかも20を落としてくれるんで、はい、3周目で装備をフル活した方が早いと思う、多分。はい、でも敵はレベル24になってるんで、20を超えてくるんで、ある程度強いっすね。
はい、でもあのボダラン2の3周目に比べたら全然余裕ですけどね。あーちょっと待ってこいつタイミング取りにくいな。っていうかこれ変わったからな、なんかタイミングが取りにくい。はい、まあこんな感じで変わったということさだけお伝えできれば。うわーもうなんかこの最高画質でスムーズすぎるでしょう。いやー960から1660タイタンに変えただけでここまで変わるとは思ってなかったです、正直。正直な話。はい、まあもともとその Core i7-6700 の割には GTX960 としょぼいんですよね、グラフィックカードが。なんでまあまあはい、こんな感じですね。もう言うことないわ。で全然音も静かですし、960の時はねなんか無理してるのがウェーンって聞こえてたんですけど、ファンが全然聞こえないですね。音も静かですし、うわー感動感動。いやなんか3周目やる意欲が湧いたわもう3周目いいかなと思ってたけどめっちゃ意欲湧きましたね。はい、まあ皆さんもぜひあのグラボ変えてみてください。劇的に変わると思うんで。ただ自分は 4K のモニターじゃないんで、まあ今度やるときは 4K に挑戦してみようかなっていうか、自作パソコンにも挑戦したいですよね。はい、皆さんも視力が許す限りグラボを最新のものに変えてみてください。1660タイタンで十分だと思います、今のゲームだったら、最新のゲーム。ではまた、何か、レビューしたいものがあったら撮ろうと思います。ユーロでした。バイバイ。チャンネル登録、グッドクリック、コメントお願いします。また明日君に会える日を楽しみにしています。